皆さんこんにちは、ハヤトです。今回は信長の野望大使パワーアップキット織田家編をプレイしていきます。シギさん硬いね。それにしてもあと22日、兵糧十分余裕あるからゆっくりやるか。借りた狼藉やってるし、勝家が本当に役に立つな。それにしても頑張れ家康。旗本選手役。あ、え、嘘、うちじゃねえか。不義の戦で世を乱す者、我が義の刃を持って。武田松平から浅井は手を引く。おい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 、しましょう。ちょっと待て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 、あ、ちょっとやばい今川もついてるだろ、敵に。あ、ごめんなさい。あー、5万7000人来る。信玄が来ないだけ救いだが。来たか。誰だ、相手のメンバーは山形正景。まあ、まだオブだね。オブ正景。真田幸隆。真田幸村のおじいちゃんだね。武田信繁。内藤正豊。望月千代目。どっかそのあたりだね。俺はちょっと、辛いかもな。かなり能力が高いね、敵部隊。そしてこれ普通にやったら勝てないぞ。勝家軍じゃ勝てないな、これ。準賢者あるんだけどな。郡上8万で当たれば1万8000対1万で当たれるね。郡上8万に急いで向かえばいい。勝家で行くしかなさそうだね。くそ、今いいとこなのに。行かないとな、でもな行かないとえらい目に遭うからな。まあ、信長動けないからね、勝家で行くしかないね。行くぞ。何にしてつくんだこれ。33。行くぞ。郡上八幡まで32。あ、ギリギリじゃねえか。危ね、急げ急げ急げ。1日差だ。もう今すぐ行かないと。シギさん早く落ちろ。南部包囲網って何だったんだ一体全体を。よーし、シギさん落ちました。オッケー。俺の展開。そう、身を締め。鬱陶しいことこの上ないな。ちょっとあれだね、この桐山御所方面を切り崩しといた方がいいかもね。飯盛山とか取るよりも先に。マイルド。次戸市に行こう。あー、戸市2倍兵力差なのか。ここ高屋は、高屋だったら兵数有利で当たれるな。高屋行くか、とりあえず。俺に問題、高屋行ったら石山御坊から一向一揆が発生することなんだよね。だから石山御坊も行くしかないな、このまま勢いで。もう、なだれ込むように。頑張れ、家康。あ、勝った、家康勝った、奇跡、奇跡。家康が奇跡を起こした。なんとか頑張りやがった。うちも頑張んねえとな。勝家、急げよ。ちんたらやってる場合じゃないぞ。っていうか、あれだよ、あれだよ、城返してくれ。ちょっと待って、待って、待って。おい、家康、城を返せ。どうやって返せってやるんだ、これ。あ、変換あった、変換、変換、返せ返せ、帰ってきた帰ってきた帰ってきた。よし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 。苦しいな。任命、新しく取った城があるぞ。名古屋城。名古屋城主は機長、いや違うな、森吉成。よし、君君。さらにもう一つ、市議さん、もう最前線だね。森田常雲、あ、小山田信繁にしよう。よし、承知。武田方面に置いてやりたいところではあったんだけど、まあそんなこと言ってる場合じゃないな。よし、オッケー。闇取引して兵糧買いたいとこだけどな。まあ足りてるんだけど今のところ。志果たさずして。対面3つ使ってるから扱えないんだよね、闇取引。若干の不安はある。ずっと買い続けてたからね。そろそろ天下の行く末が決まりそうだな。ちょっと待って、これ間に合うのか、勝家、急げよ。我ら、あ、これひょっとして。風林火山で向こうの方が早く着いちゃったりする？あ、あー、ギリ、ギリ、一日差。貸し切りなさらずと我らの勝ちは揺るぎません。危ねえ。よし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 。危な。ちょっと待って。ちょっと待って。準検所とかしっかり整備しとかないと。よかった。かなり前に立ててた準検所がギリ効いた郡上八幡。危なかった。なかったらもう取られてたね。これはたまらんな。一回騎乗するか。ちょっと立て直しだ。東は立て直し。というか、武田と停戦したい。山名にいいとこ持ってかれそうですっごい嫌だな。保証ある。よしよしよし。さあ、高屋を説得して落とすんだ。
あ、平手正秀病気だって。切ないね。 このゲーム建物がすごく大事なんだよね。準剣所もそうだし、魚も便利だもんな、取れれば。高代城の交渉はまだか。もう少しだね。来た、よし。相性丸、細川内高、外政110。これはいけるでしょ、110だよ。上司投稿38。全面解放46。あー、ダメか。これは時間かかるぞ。六角義晴が武田家に下った。まあ好きにしなさいよ。強行します。方位でもいいとこなんだけど、分からせてやろう。我が織田軍の底力をな。ちょっと待って、戸一9000とか伊賀上の8000とかいるぞ。この戦は辛いな、結構。出ます。武田家がすぐにまた攻めてくることはないと思うんで、今のうちに三好領に攻め込みたい。何度でも、何度でも攻め込むんだ。伊賀上の絵。出せるマックス兵力へ出てみるか。これで3万人。相手は3万8000出てくるって。不利だね。普通に不利だな、これ。どうしよう。もうあんまり大軍起こせないんだよな、うち。足軽に切り替えたのちょっと、気が早すぎたかな。これで3万7000人。でも、活躍隊2900だからちょっと嫌だね。いや、いいや。進むぞ！出ちゃえ、出ちゃえ。ぶつかろう、ぶつかろう。出よ。お、水攻めがあるね。これなら1ヶ月で落ちるみたいだけど、方位で29だ。方位敵軍来たらな。崩れちゃうんだよな。水攻めするぞ。久々だな、水攻め。そんな悠長なことしてる場合じゃないんだけどな、武田も来そうだし。しかもこれ信長軍だからな。本当はもうちょっとバシバシ行きたいんだけど。で、あと歩兵だね。足軽4000。4000いればそこそこ戦えると思うんで、前線の城。3000になってるところ4000に。城を奪った分、金銭収支も増えてるはずだ。足軽3000よりも、農兵7000の方が強いんじゃないかっていう気がちょっとしてきている、しかし。足軽強いのか、このゲーム。能力は高いよね。だけど、農兵の方が出しやすいんだよね。米は買えるけど、お金には限度があるからな。信長急げよ。ちょっと勝てるのかよく検証した方がいい気がしてきたね。この部隊は、あんまり、めぼしい武将がいないようだね。敵の部隊よりは、あーでも敵部隊そんなに強くないな。いけそうだね。まだ、覇王の野望と足軽精霊も入ってるからね。今なら多分勝てる。さあ、第2軍です。本当だったら信長でやんないといけないことを。水攻めしていくから。あ、国衆将兵乗ってんだ、今回は。まずいかも。味方の士気が下がっておるようです。うわ、4万9000人までかき集めたのか、向こう。よくないぞ、これ。かなり兵数差をつけられちゃったね。部隊の能力値としては、かなりこっち強い。柴田勝家隊、攻撃力190とかいう、ぶっ飛んだことになってて、相手は部隊数が少ないね。ただ、1部隊がかなり人数多いな。三好長慶隊5000人だから、これを取れればまあ、嬉しいけど、そう、うまくはいかないだろうな。はい、できました。今回は部隊の能力値に差があるので、正面から当たります。正面にうずめび、後ろに金。部隊数少ないからね、うまく包囲するように当たっていきたいね。いくぞ。後に続け。あ、勝家隊能力値が高かったのはオール足軽になってるからか。三好長慶隊はどこだ。多分この後ろにいるこれだね。前出たくないな。今回は敵の罠踏みたくない。雨が降ってて鉄砲も使えない。範囲系の技能はないようだから、奮闘とかでなんとかするしかないのかな。くそ。いいとこに置くな、おい。切り込め。お、撃ってる撃ってる。いいぞ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 。鉄砲に撃たれて前に出てきたぞ。よし、下がれ。もう OK。どうし、あ、いた、敵の大将いた。右奥に敵の、つか、敵全部こっちに向かってるぞ。これ、どうすんだ、これ。どうしよう。いや、とりあえず、目の前にいる部隊にぶつけてみるか。よし、前進。よし、部隊数の利を生かすのだ。よし、前出なくていいぞ。うずめびの周りで戦うんだ、うずめびの周りで。勝ってるところで当たれ、勝ってるところで。踏まないな。うずめび全然踏まねえな、おい。踏む気配ないぞ。勝家前に出して、かかれ、柴田、鬼柴田か。つかせたいね。ゲージが溜まってるもん。お、来た！チャンス！
これもう敵対象取っちゃうか、目の前にいるぞ。いけー、勝家、殴れ、絵で殴れ。その鉄の筒で殴るんだ。それは刀より強い。もういい、もういい、そんな西の舞台にほっとけ、ほっとけ。もう東押し包んで倒せそうだね、なんとかね。よし、井戸隊、これ、意識なくなりそうだね。うまく後ろに回り込めた。アップデでね、3日前ぐらいのアップデで、先週のアップデで敵の舞台に回り込みやすくなったんだよね、確か。もう一回柴田を使いたいところだ。よっけー、きたー、いいぞ、これで西の舞台が全部開く。はい、かかれ柴田。さあ、敵の士気をどんどん下げていくぞ、かかれ柴田で。はい、5000人の士気がなくなった。この士気低減めちゃ強いぞ、かかれ柴田。実はこれはいける。連兵所バグが治って回想もしやすくなったんだよね。もしかしたら士気低減系の技能がすごく強くなったのかも。敵対正体が士気なくなる。そして柴田勝恵、攻撃力252、やべえ。ぶっ飛んでるんだけど、相手が150人死ぬ間に20人しか死なないんだけど。やばい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 、勝家やばい、こいつはやばい、異常でしょ。さあ、もうこのまま倒せそうだね、三好長慶隊。攻撃力1位になっちゃってる、回想して。地獄のように強い鬼の柴田勝家で敵対小隊ぶち殺しました。4000人削り切った、1人で。1人じゃないけど、めちゃくちゃ強かったぞ。戦に勝つが、いや、足軽強いわ、やっぱ。本当に足軽微妙かとか言ったけど、強い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 、すんごい強い。足軽の時代だな。それにはやっぱりお金稼がなきゃいけないからね。信長以外だともうちょっと使いにくいんだろうね、足軽。さあ、伊賀上野は殴り明けてくれるわ。のぶちゃんとこそろそろ交渉あるんじゃない。あ、そうか、水攻めしてんだっけ。家康はカウンターは入れなかったみたいだね。長篠に引きこもってる。城が少ないから大変そうだね。今川に攻め込みはいいのに、無理か。受け入れよ。はい、高屋落ちました、ようやく。はい、宣戦布告します。本願寺です。交渉できないよな、できないね。本願寺に宣戦布告します。一向一揆を使われる前に、俺は生かしてはおけぬ。本願寺に攻め込む。は？我ら浅井は本願寺にお味方する。おだめ、返り討ちにしてくれよ。何を言っているんだお前は。何を言っているんだお前は。ちょっと待って、何を言っているんだお前は。あ、ちょっと待って、婚姻切れたんだけど。嘘でしょ、何を言ってるんだお前は。土地狂いやがったか、長政のやつ。嫁より坊主が大事ってのか。おい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 、じゃあ追い打ち返してくれよ。なんてことをしやがる。くっそ、役に立たない妹だ。行くぞ、石山ごぼうだ。俺に続け。ちょっとまずいぞこれ。浅い敵になっちゃったよ。仕方がない、小谷城を長浜城に改名するために進軍するか。ご命令よ。伊賀上の交渉デッサンで交渉します。そろそろ城主に任命する人材が足りなくなってきたな。高屋城主、誰かいるか、出てないやつ。機長が出撃してないみたいだね。いや、堀直政でいいや。まだ森田常雲とかもいるね、一応ね。さあ、出てきたぞ、本願寺検挙隊11000。当たれば勝てるね。うん、当たれば勝てる。一向一揆使わせる前に攻め込めば、相手は戦争系の対面使ってくれるかもしれないから、それに期待したいところだね。で、兵糧残り148000。兵糧はまだありそうだな。我が妻、あ、やはり天下無理のもの。足軽精錬だった、いいぞ。思惑通りだね。3枠埋まってれば使えないだろう。我が妻、やはり天下無理のものです、ね、国衆将兵。あ、いいよ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 、そうよ、そういうことよ。はい、我らのガチャ揺るぎません。さあ、あと250人しかいないぞ。強行で22で落ちる。よっしゃ、これはもらったぞ。あっさり。剣城石山ごぼうが外で戦したおかげだね。下妻雷電が高谷城に2万7000で来るって、遠くない。遠いな、だいぶな。頑張ったな。
そっから来るの？あ、でも森山とか近いんだね、意外とね。おい、おいち、おいち、お前何をしとるか。おいち、おいちがさ、浅井からの援軍で本願寺に味方してるんだけど、まさかの兄弟対決。もう十分で末盛で弟と戦ったんだけど、今度は妹と戦うの？なんだこれ、どういう状態だよ、もう嫌なんだよ。意外と信長って家族には優しかったのに。よし、筒井純慶、君に説得をしていただく。女子どこだ。よし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 、いいよ。はい、伊賀上野が落ちたぞ。次は桐山御所だ。後に続け。どうしようかなこれ。目的地高屋なんでしょ。でもこれほっといてもいいかもな。相当かかるぞこれ。はい、桐山御所に勝家がつきました。方位で29だね。1ヶ月ぐらいだったらかかってもいいよ。三好はちょっとでも削っておきたい。石山ごぼう落ちました。はい、これで一個一機は使えない。じゃあ有岡行ってみようかな。一応北の方から取っとかないと山名にちょっと取られちゃいそうでね、嫌なんだよね。使いの者が来たよ。三好より交渉、あー、こうは拒否。今は飲めない、今は飲めないんだ。四国まで追いやってからだな、飲むなら。お、崩壊の序曲。あ、三好家弱体イベントだ。これで三好からいい人材を取れなくなってしまうね。これ三好家の優秀な人材がどんどん死んでいくっていうイベントなんですよ。長尾家との同盟は期限切れとなりました。まあもう長尾との同盟関係なさそうだな。必要になったら組めば良さそう。この統制具足が欲しいんだけど、まだまだ軍事ポイントが足りないみたいだね。貯めていきましょう。ちょっとしばらく無駄遣いやめようか。よし。刈太郎関ももう切れちゃうね。刈太郎関切れたら入れ直しで交渉。武田と停戦したい。してくれるかな。かしこまった。武田に講和の使者を送ります。これ以上ちょっとやってられないので、三好は頑張っていけるとこまで攻めよう。とりあえずは四国まで。四国の三好の領土はさすがに取れないからね。これ本当に来るの？2万7000人下妻雷連隊、これ来るの？高屋に。ぶっ飛んでるな。いや、ほっとこう。面白いからほっといてみよう。高屋に来たらその時に初めて戦えばいいでしょう。はい、任命。石山ごぼう空いたんで、ここに機長を入れます。頼んだぞ、機長。はい、嫁を。大事な城だから嫁を入れていく。嫁に坊主の焼き打ちをやってもらおうじゃないか。優秀そうな家臣も適当につけとこう。かしこまりました。勝家まだ時間かかるんだっけ？ 1 ヶ月ぐらいだったっけ？あ、武田がまだ攻め込んでるんだ。家康のところに。あ、ちょっと待て、ちょっと待て。滅んじゃう。あ、これ滅ぶ、滅ぶ、滅ぶ。これは滅ぶ。おい、どうしよう、どうしよう。援軍差し向けてやるか。これは、徳川家がなくなる。徳川家なくなるとまずいんだよ、うち。参ったなぁ。いや、ちょっと不可能ではないなぁ。秀吉軍を差し向ければなんとかなりそうだね。やりたくないな。援軍出します。今滅んでもらっては困る。長篠に猿頼んだぞ。お前だけが頼りだ。行け。手柄を立ててみせようぞ。勝てるかな。ちょっとチラッと見てみよう。あ、そんなに強くないね。秋山信友、小熊坂、いや十分強い。安藤森成、ここにいた。武田に下ってやがった。やっぱそうか。いないと思った。美濃三人衆がいなかったんだよ、斎藤滅ぼした時に。東の部隊もまあそれなりだね。秀吉を中心に、そう悪くない。信玄今度は東に行ったみたいだ。やられてるけど、武田家の士気はそんなに高くないと思うんだよね。よし、受け入れよ。いいぞ。信長が作る新しき世。片付けない。参る。あ、武田に出した停戦の使者が通っちゃったら、俺が送った援軍戦えないな、武田軍と。まあでもそれはその時か。その時はもう家康に力がなかったと思うしかないな。残念だが、やることはやってるからな。もう
ちょっと頼りないよな、この家康。今川とバチバチしのぎを削ってほしかったんだけど、何もしてくれてないからな。雷連隊何やって、雷連隊本当に向かってくるんだが。平手の G が。水の毛を、あ、水の毛取り込み、来た。よし。はい、水の毛が家臣になりました。いいね。従属からの家臣取り込みです。ご命令よ。はい、というわけでですね、今回はまさかの浅井家離反、そしてですね、なぜかお市が織田家に向かって攻め込んでくるっていうとんでもない状況が発生してしまいました。一体これどうなるんだろうね。というわけで次回に続きます。ご視聴ありがとうございました。続きを見たいと思ってくださった方は高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。